おはようございます。おはよう。おはー、今日も頑張るぞ。今日はつくば。今日はつくばのジムカーナ城か。誰だ雨女。雨女私です。ごめんなさい雨じゃなかったことないんですけど、はい、雨だとなんだっけ雨だとタイヤ減らないし、うん、いっぱい走れるなんかさっき言ってたのなんだっけ。あ、雨女。うん、雨女の話。あ、そう、なんか雨女はもう昔からのなんか歴史上すごいいいことらしくってみたいな。夜中にもう眠れなくなって、もう雨女がショックすぎて昔からやっぱあの恵みの雨とか言われて、うん、で結構重宝されてきて、うんうん、でなんか雨女はなんか竜の神様、なんか竜神様がついてて、うんうん、なんかその力でその恵みの雨を降らせることができるっていう、うんうん、大変とてもいいいいお話ですね。いいことらしいです雨女っていう存在はそう、これについて中村監督はこうやって自分がダメなところをこうやって調べて人は肯定し始めるってコメントをいただいてましたさっき。はい、まあ、でもまあ調べたらなんかまあ、ね、いい感じだ。神様ついてるんです、うん、みたいな感じでいいかなみたいな。いいと思う。おはようございます。おはようございます。あのね2人にとうとうなりましたが、あのそっちの方があのねもっといっぱい教えやすいと思うんで、これから頑張っていきましょう。まあ、あのもう2足3足ぐらいで飛び込んでもらうあのコーナーの練習と振り返しの練習をちょっとやっていきたいんで、ちょっと前のレッスンよりはスピードの乗ったあのちょっと練習をしてもらうんで、はい、よろしくお願いします。ブーって言って2に書かない状態で入れてから始めてみて。わかりました。マップだまずスタートするじゃない、はい、スタートした時に無意識に左に切ってんの分かる。あーそうですね。そうあれをしないでまずまっすぐ書いてごらん。2に上げるときはまず一足で書かしちゃう、はい、書いてるときに2に上げる、うん、でここって一番奥の方で角度つけてあげじゃん、はい、手前で角度フル全開だと絶対いけないから、うん、ちょっと角度をセーブしてあげる、はい、行ってみよう。楽しいです。今休憩ですか？え？今休憩ですか？あ、はい。
ょうかってちょっと突っ込みかけたんで。そう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 、そういうこと。ちょっと休憩しようって言われました。休憩します。でもどんどん新しい課題クリアしていくのすごく楽しくて、ちょっと早く走りたいんですけど、ちょっと人間オーバーヒート気味なんで少し冷ましてから続けようと思います。まあしっかりアウト寄せるで、その柔らかいサイドブレーキを習得する。もうサイドといえばもうバンって思いっきり引くっていうやり方しか今までやったことなかったので、その微調整のサイドをちゃんと微調整の調整をうまくできるようにっていう課題を頑張ります。スタリングがフルカウンターになっちゃうか、もう離せないかみたいな、それもう課題なの分かってるのにやっぱできないんですよ。その YouTube とかで伸びる人の特徴みたいな、てかやんなきゃダメっしょこれくらいみたいなのってメモなんですよ結構。だってやっぱ今日こうやって書いてて、朝言われたことってなんだっけって私なるんですよ。ならない人はいいと思う。で私は結構なっちゃうからダメなんですよ。これからでも何かしらなんかゲームっぽいのやるみたいですけど、ラスト1時間で、うん、わあ自信ないですね。それに関してはもう全然。何やるんですか。はい、何やるんですか。一応細くしてちゃんとコントロールできるように道を狭くしました。これ検定です。うわぁ、どうですか。頑張ります。クリアしたら1万円差し上げるので。おぉ、それはいいですね。おぉ、それは燃えます。燃える。賞金1万円かかったコースなんで、こんな簡単な生ぬるいコースではあかんっすね。この検定、はい、検定コースをうまく通過したら、はい、彼女らは1万円もらえるらしいですよ。どれから出るんですかそれ。どれから出るんですか。私たちも欲しい。やるやる。違う。けど1万円もらえたこのコースはちょっと。ちょっとそうですね。もうちょっとコスコス。少しばしお待ちを。そうですね。1万円。あ、そしたらこの間行けばいいんですよ。この間。あ、この間。ああいいですね。ドリフトしてる気で歩いたこととかないっしょ。ない。めちゃ大事だからそれ。ああそうですね。はい、無駄な罰ゲームはしない。横走。おお素晴らしい。こういう感じで進入とか。罰ゲームをすべてお勉強。まあできたらね1万円もらえてこのコースなんかも歩かんでいいからね。はい、できるイコールコースなんで歩かんでいいです。できひんから歩かない。うん、なるほど。そうだ。そのとおり。すごい。はい、さっき。あこれね。あじゃ。何するのかと思った。ももちゃんに教わったギャル、ギャルピース。ギャルピース。ギャルピース。指つるやリカチーから。
いや、あの1万円かかってるんです。スタートも狭いんです。えこれパイロンタッチ1万円なんで。楽しみですね。はい、楽しみですね。1万円のかかったあのバトル、いけると思う。私いけると思います。深く考えないでちゃんとやれば。旗の結果を気にしすぎないように走りに集中していきたいと思います。頑張ります。赤旗でした。本当ですか。なんとなくあーって思いました。どうしますか。まだやりますか。やりたいです。はい、やらせてください。お願いします。なんかパイロンタッチみたいなあったら。本当に。それはダメですね。はい、赤旗でした。赤旗でした。じゃあ泣きのもう一回やります。もう一回やります。お願いします。5000円プレゼント。おかしい、すごい。出したらあかん、出したらあかん。やっぱり大会はこういうもんなんですよ。あのこう潜在的なものを引き出したり、リカちゃんがあえて2本目に崩れるというか、やっぱりこう切り替えられなかった。もうそれってスタートした時にちょっとそれが私は正直ちょっと出てるなと思ったんで、感じるものがすごいあって、いい大会だったと思います。良かったですね。良かったです。すごい暑さを感じました。結果発表、2回目の泣きの1本成功。ちょっとさっき怪しいみたいな感じの雰囲気ありましたけど、やっぱ成功だった。やったんですけど、あれ最後になんかあの監督を跳ねかけたっていうあれでマイナス10万円らしいです。やばい。どうぞ。いや、成功です。ありがとうございます。5000円でございます。ありがとうございます。やったー。すごい。素晴らしい。嬉しい。これはさっき言った通りガソリン代に使えます。じゃあ今日は一日ありがとうございました。
え、いや、どうしよう、もっとちょっと迷っちゃった。お嬢様な感じでいつもジャイアンで大丈夫ですよ。いつもジャイアンで、いつもの取り引きがちょっともっと、いや、ちょっとどうやどうやる、はい、いや、もう今日はありがとうございました。やばい、どうしよう。また次もあのこういうのしてくれたらもうめちゃめちゃやる気が出ます。はい、よろしくお願いします。ちょっと音も担当してくれ。ここで二足に入れます。元陸上部やけど長距離は苦手。痩せた、多分。まあ、ちょっと疲れた気持ちが。いや、すごいよ。ヘルメットしたままだからね。うん、はい、暑いです。